L スペシャル UR Better Life Better Style。 9月19日月曜日、祝日の午後、皆さんいかがお過ごしですか？こんばんは、吉岡里帆です。ここからの時間は JFL スペシャル UR Better Life Better Style。 札幌 FM ノースウェーブ、東京 JWAVE、 名古屋 ZIPFM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードは30、来年30歳を迎える私吉岡里帆がライフスタイルや表現者としての思いをゲストの方を迎えして語る2時間です。今私自身が思っていること、感じていることをリスナーの皆さんにもシェアできればと思っています。私はですね、レギュラーで日曜夕方6時からの番組 UR ライフスタイルカレッジを担当させていただいて、今年7年目を迎えました。今回はそのスピンオフ版です。いつもはですね、役者、ミュージシャン、作家、文化人、芸人、ブロガー、漫画家などなど、本当に様々なゲストを迎えして活動に至るまでの経緯ですとかライフスタイルについて伺っています。ですが今回はですね、私自身のことも語っていこうということで、初めての試みですね。本当に長い間番組をさせていただいて、いろんなことを学んできた7年だったんですけども、意外と自分から自分の話をすることがなかったんですよね。なのでちょっとこの節目の年に、自分の大好きな方々をお迎えして、一緒に今感じていることだったり、これからのこと、展望のお話だったりとかしていけたらいいなと思っております。 JFL スペシャル UR ベターライフベタースタイル、この後2時間お付き合いください。JFL スペシャル UR ベターライフベタースタイル。This program is brought to you by UR 賃貸住宅。 JFL Special UR Better Life Better Style。 改めまして吉岡里帆です。今回は私自身の話をするということでですね、ちょっと普段と違うのでまだ緊張もしているんですが、素敵なゲストの方をお迎えしますので、楽しくお話ししていきたいなと思っております。まずは、私も尊敬しています、そして大好きな先輩のお一人、石田百合子さん。今回ちょっと初めてお会いするのでもうすごいワクワクしております。そして同世代で表現者でもあり、本当に様々なとても素敵な作品を残されています池松壮亮さん、映画作りにおいての心の持ち方だったりとか、普段聞けないお話いろいろ伺っていきたいなと思っております。さらに、私吉岡里帆にですね、いろんな質問を投げかけていただきます。バカリズムさんの登場です。私はそうですね、バカリズムさんはライブを見に行かせていただいたことがあるんですけども、もう天才的すぎて、そのお笑いをされている時のそのばかりさんしか見たことはないんですけど、今回こう一対一でお話できるっていうので、ちょっと楽しい話できるんじゃないかなと、ムズムズしております。ということでここで一曲お送りしましょう。一曲目は私吉岡里帆の選曲です。選んだのはバウンディで走馬灯です。はい、早速ではありますがスタジオに石田百合子さんをお迎えしております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ嬉しいです。いや、こちらこそ。もう私はですね、はい、石田百合子さんのことはもう一方的に大好きなんですけども。本当に？あ、本当です、本当です。そうですね、例え話というか、はい、私朝起きたら、はい、一番初めにこう伸びをして、はい、携帯のニュースと、はい、連絡をチェックするんですけど、はい、一番初めにまず SNS で、はい、ゆり子さんのページを見て、はい、過ごしてます。毎日見てます。ありがとうございます。
すごい一方的に発信していただくものを享受するしかなかったんですけど、今日はこんな対面して伺えるっていうことで、はい、まあ、ちょっと普段お話しできないようなこととか、ちょっと踏み込んで質問とかしてみようかなって思ってます。はい、何でも聞いてください。はい、はい、まずはですね、ちょっとインタビュー記事とかもいろいろ読ませていただいて、はい、もうやはり石田ゆり子さんが素敵なのはこの日々のものの捉え方だったり価値観とかからにじみ出ているんだなっていうのをまず、感じまして、はい、まあ、この言葉、言い方、伝え方っていう、ここをまず一番初めに伺いたいなと思ってます。私も、ちょうどもう今年30の年なんですけど、早生まれだからまだ29っていうだけで、なんで、1月に30歳になるんですけど、まあ、この、まあ、ある種次の段階の大人へのステップアップだなと思ってまして、はい、まあ、なんか自分の中ではより強くたくましく生きていきたいっていうのが今の展望でして、もう十分素敵ですけどね。いや私今ずっとお話を聞きながら、はい、自分が29歳の時にこんなそんな風に話せなかったですよ。本当ですか。はい、いや言葉がすごく綺麗だし、なんか美しい日本語を話されるなと思って感心して聞いてました。今本当ですか、ありがとうございます、はい、本当にもう恐縮なんですけども、ゆり子さんの、ゆり子さんとお呼びしてもいいですか。もちろんです、はいはい、何でもどう呼んでいただいても本当にこのゆり子さんのしなやかに、しなやかな頑固者でいるっていうスタイルがすごいかっこいいなと思っていまして、 ありがとうございます。こういう価値観っていつ頃から芽生えましたか。はい、割と若い頃から、はい、本当にそれこそ10代の頃から結構強い、芯が強いっていうか、水泳選手だったんですね、私もともとは。そうみたいですね、はい、そうなんです。で9歳から17歳まで水泳、競泳をやっていて、はい、毎日ね10キロ泳いでたの、まあ、10キロ、5キロから10キロですね。バリバリですもんね。そうなんです、はい、本当にだから結構芯が強くなっちゃって、水泳は特にその競泳なんて自分一人で頑張るしかないスポーツなんですよ、はい、だからなんていうのかな、まあ、それが芸能界でも役には立ってるんでしょうけど、なんか静かにしててもこう自分の意見をこう通すような強さがあってあ、そう、それがしなやかな頑固者って、なんかそこからよく頑固だねってね言われてたんですよね、若い時そうで、そのなりたいんですよね、そういう感じに。そうですか。いやいやいや、結構こうやっぱ年齢重ねると責任を負うシーンが増えてきたりですとか、やっぱりこう自分も先陣を切ってかなきゃいけない時って増えていくなと思っていまして、そうですね、はい、なんかそういう時に私はこうしたいんだとこう伝え切る、私は最後の押しが甘いタイプで伝えていくんですけど、最後にグッと押し込むのができなくて、やっぱ相手の意見に、いやこっちはこう思ってるからって言われて、そういう意見もありますよねってなるっていういやそれは素晴らしいと思います。本当ですか。はい、そうなんですかね。私はその自分の直感みたいなものをすごく信じていて、それは昔からそうなんですけど、はい、自分が嫌だ嫌だって思ったらもう絶対嫌なんでねそれはね、多分それで今までも、はい、もったいないことをずいぶんしてきたような気がします。仕事でもこれやればいいのにっていうものを嫌って言ってお断りしたり、人がなんでこれやるのっていうものをこう逆に選んだりとか、はい、でもその直感を信じることって大事ですよね。確かに。石田ゆり子さんが私と同じ年齢だった頃、はい、どんな日々を過ごしてどんなことを考え、どんなことに悩み喜び過ごされてましたか。29歳ですよね、はい、結構思い出すといろいろ転機の年というか、やっぱり来年30になるんだっていう気持ちが、はい、仕事に対してもこう自分が納得
したものだけやりたいとか、人に選んでもらって人がやりなさいって言ったものを入ってやるのが嫌で、はい、その結構事務所と戦ったりとかしてましたね。はい、じゃあちょっと似てます、うん、そうでしょ。でもそういう年代なんですよ。あ、やっぱそういう時期なんですね、はい、そうだと思います、はい、でもね、そこでまあ対立もするでしょうけど、はい、やっぱりね、とことん話し合った方がいいですよ。折れずに。折れずに、そうですよね、うん、やっぱ折れちゃダメなんですね、最後の最後に。でも納得して折れた方がいい、諦めない方がいいと思いますよ。であとはもう30歳なんてもう私から見ると本当に若いので、はい、そっから何でもまだできるので、はい、むしろ今からの方が楽しいと思いますよ、絶対。いやでも本当にあのゆり子さんが、はい、もう私からしたらもうあまりに確立されすぎている方っていうか、いや、とんでもない、いや、とんでもない。そうなんです。全然中途半端です、私は。いや、なんかそういう方がフランス語やってみたりとかあとはやはりこちらのお話も行きたいですね。音楽活動、うん、2021年に、はい、音楽プロジェクトリリーとしても活動され始めたということで、はい、そうなんです。このやっぱり挑戦していくというか新しく切り開いていくっていう、はい、ここの魅力についても探っていきたいんですよね。そうですね、音楽活動は実はずっと音楽やりたかったんですよね。なんかリリーって名前をつけたのは、はい、とても自分の石田ゆり子っていう素の名前でなんか照れくさくてできなかったんですよ。やっぱりこう女優業って 役柄があるじゃないですか、はい、で自分じゃないから言えるセリフとか、うん、まあ全部そうですよね、はい、それが石田ゆり子っていう本名で歌音楽の世界に飛び込む勇気がないというか、うん、まあ分けたかったんですよ、何か意識を、うんうん、だからリリーさんっていう私呼んでるんですけど、リリーさんはね私なんですけどちょっとね私じゃないみたいな、ちょっとずるい考えを持っていまして、はい、この歌詞じっくり読ませていただきまして、やはり私は初めは石田ゆり子さんが好き、はい、石田ゆり子さんの生活模様が好きっていう風に入ってってるので、はい、なんかその石田ゆり子さんが見ている普段の生活の綺麗だなってゆり子さんが感動したこととか、うん、なんかふとこう目に留めてらっしゃるものが歌詞に載っているのかなって想像できて、はい、なんかそれがすごい追体験できる感じがして、あ、なんか楽しかったです、読んでて。 ありがとうございます、はい。今回4曲曲を書いてみ、歌詞書いてみて思ったのは、はい、やっぱり自分の経験にないこととか自分の中に全くない世界っていうのは文字に言葉にできないんですよ、うん、だから私すごく朝型人間なんですね。あ、そうなんですね。そう、私夜明けを見るのが好きで、はい、まあ、犬を飼ってるっていうのもあるんですけど、はい、犬の散歩に行くのがこう超朝なんです。もう夜みたいな夜明けの時間が多いので、だから夜の歌が書けないんですねいつも朝っていう描写が結構多かったと思うんですけど、はい、あ、なんかでもその、うん、どこか懐かしさみたいなのもちょっと感じ、私も子供の時の方が朝もすごく早く起きれてた感じがして、今はなんか仕事でどうしても起きなきゃいけないっていうので早起きはしてますけど、うん、なんか自然と夏休みの朝の感じだったりとか、うん、あとやっぱり空の色が赤っぽさより青っぽいのがやっぱ朝焼けなんだなって思いました、うん、はい、そうですね、はい、やっぱこう青く染まってくとか、うんうん、そうですね、アートとかもそうですよね。色の描写が結構多いのは、うん、その癖かもしれない なんかこうやっぱり映像の世界で育ってるから、はい、どっかでこの映像がまず浮かぶわけですよね、うん、でそのこの世界をこうなんとか言葉だけで、言葉と音で人に想像してもらうにはこう色をどう表現するかっていうのが、うんうんうん、だから青っていうのはいろんな青があるじゃないですか、はい、青っていう字もいろんな字があるし、はい、そういうのはまあこだわったっていうか、こだわらざるをこだわ
こだわらざるを得なかった日本語って難しい、はい、そうなんですね、ですね。せっかくなのでここで音楽プロジェクト、はい、リリーの曲をお送りしたいと思います、はい、ぜひ曲紹介をお願いします。本当に、はい、はい、お願いします。ですね、この曲は多分こちらで初めてかけさせていただくと思うんですが、なんてことでしょう、初だし、はい、ではリリーでモーメントインザレイン。お送りしたのはリリーでモーメントインザレインでした。いやまさかこの番組で緊張する本当ですか、緊張されますか、はい、いやもうこんな初解禁していただいてもうとっても嬉しいです。いやいや本当にありがとうございます、はい、かけていただいてプロデュースが大西トリオさん、はい、そうなんです。この出会いなんといい出会いなんだという気持ちになりました。ありがとうございます。こちらの曲がこう生まれた経緯といいますか、はい、この曲に込めた思いぜひ教えてください。今回も4曲作ったんですけど、はい、歌詞をそれも大橋トリオさんからこう黙って曲が送られてくるわけですよ無言でっていうか何のメッセージもなくこの曲をずっと音部分だけを聴いてるうちになんかちょっとこう懐かしいその昔の歌謡曲の世界を、はい、昔のっていうか80年代90年代初めぐらいの何かこう懐かしさを感じたんですよ、はい、で大橋さんには珍しくちょっとこうなんだろう歌謡曲っぽい曲だなと思って、なのでこうそれっぽい世界を作りたかったの。いやめちゃくちゃ感じますその世界観なんか、うん、ちょっと朝のイメージなのよっていうお話があったんですけど、うん、この曲に関してはちょっとこう夜の首都高のわーって光がバーって交差してるののモーション映像みたいなのも想像できます。そう言われるとそうですねちょっといろんな感想があるとでもそうですね、ちょっとこう車に乗ってるイメージもありますよね、はい、そうなんか疾走感の中と一瞬だけこう、はい、太目が合うみたいなこのなんかそのすれ違う一瞬の刹那みたいなのを感じる。そういうことにしましょういやいやいつもよほら朝の歌しか書けないって自分でずっと言ってきたからこれは夜のどこに、いやいやそんなそんないやまだ大丈夫まだ間に合います、まだ間に合う、はい、いやそういう風に説明変えようかな、いや、はい、いやでもめちゃくちゃ嬉しかったですね解禁していただきました。そして、はい、10月26日リリースリリーのファーストミニアルバムリトルソング、はい、ということで、はい、こちらが大橋トリオさんが全曲プロデュースを手掛けたリリー初となるミニアルバムです。そうなのです、はい、はい、こちらの曲も収録されているということですね、はい、入っております。はい、もうちょっと先ですけれども、そうですね、はい、10月の26日、はい、あと1ヶ月以上ありますけどね、ですね、はい、楽しみに待ちましょう。はい、ではここからは石田ゆり子さんの好きなものについて伺っていきたいなと思います。はい、ここも聞きたい洋服とアートの話、はい、びっくりしたのがやっぱりこう服は似合うものを着た方がいいっていうお話の中で、こう新しく買ったお洋服はちょっとだけ家の中で馴染ませたりもするいろんなこと知ってますもうすいません、ね、オタク石田ゆり子オタク、すごいいろんなこと知ってくれてそうなんです、馴染んでないことがすごく嫌なんですよ、はい、なので例えばちょっと絶対外きちんとした席にしか着ていかないような例えばシルクシフォンとかのワンピースとか、はい、家で絶対着ないじゃないですか、はい、でも緊張する場に初めて着ていくと馴染まないんですよ服って。だからあえて家事をするときに着てみる、一回着てみて靴も、まあ、ちょっとヒールを家で履くのはあれですけど、まあなんか一応ちゃんと着て、はい、それでこうお皿を洗ったりとかしてみると、はい、なんかね
ちょっとこう自分の体の形になるっていうか。へえ、面白い。それはね、でもこれはね、はい、島田純子さんがね、そういうふうにおっしゃってたの、はい、そうなんですね。で、島田純子さんってもう本当に素晴らしい素敵な、あのフランスにずっとね住まれてた方で、はい、その考えを私も30代の時にいいなと思って真似してるんです、はい、へー、私も真似しよう、うん、やってみてください、はい、馴染んでることはやっぱりね美しいことなんですよ。でも確かに洋服って私よく失敗をするんですけど、うん、すごくこうその見た目だけが可愛いっていうので、うん、家にあるクローゼットのこととか一回忘れて買っちゃうことが多くて、うん、でそれこそ母とかにもやっぱ合わせるものとか、うん、こなれて見えるちゃんと似合ってないと意味ないから、うん、なんか無理なものを買わない方がいいよって言われるんですけど、うん、ついついそのアイテムだけに惚れて、うん、これだと思って買ってきたら全然似合わないっていうのがよくあるんですよね。わかります。私もそうでしたよ。あの物として素敵だから、はい、そのものを所有することに喜びを感じて、はい、すっごい高いものをえいってよくね30代の時本当によく買ってます。それでね、だいたい失敗するんですよ。だいたいもうだって全然似合わないのに、はい、ただそれを所有したくて買っちゃうんですよ、うんうん、でももう私もこの年齢になっていい加減分かりましたけど、はい、結局なんて言ったらいいのかな、自分の体が入って素敵に見えないとどうにもならないので、うん、そうするとね、もう、なんて言ったらいいのかな、もう決まってきますよね、好きな形とか。そうなんですね、自分に合う形ってもう分かるので。でも何でもまだ似合う、若いから。いや、似合う若いっていうことはすごいことですから。こうあの人ってやっぱこうだよねっていう、なんかイコールになるようなファッションスタイルをいつか見出したいです。あ、うん、そうですね。すいません。いや、私もそう思ってます、いつも。はい、そうですよね。そしてごめんなさい、あらたらいっぱい喋っちゃうんですけど、あの、はい、アートの方も伺いたいです。やっぱり個展にも、はい、本当に丁寧に通われていたりですとか、はい、お部屋に飾ってらっしゃる絵とかも本当に可愛いなと思って、ありがとうございます、はい、いるんですけども。そうですね、私アートというか、まあ、そういうものが大好きで、はい、足しげく通うんですよ、その、はい、好きな画廊とか、はい、なんだギャラリーとか、はい、で大体 何かしら買って帰ってくる。ちゃんと連れて帰っていくんですね。めったに手ぶらでは帰ってこないです。何か買いますね。それはでもね、一つは自分が欲しいっていうのもありますけど、そのアーティストを応援するために買います、ね、あ、うん、やっぱりまあアートを買うっていうのはみんなそれぞれパトロンになったつもりで買うべきだと思ってるんですけど、はい、だからそう、自分の家にどこに置くかよりも頑張ってくださいっていう気持ちで買う。へー、でもちょっと大人だなそれって。もうパッて見ていいなって思ったら私もアート手出してみます、うんうん、ぜひ、はい、ぜひ、いいと思います。アートを若いうちから買うっていうのは、はいはい、ちょっと、はい、よしと思って買ってみます、はいはい。では最後にですね、はい、30歳を迎える私吉岡里帆へアドバイスをぜひお願いします。はい、そうですね、もう今まで話した言葉の中にたくさん混ぜちゃったような気がするんですけれど、はい、そうですね、とにかくですね、30歳って、ま、もう本当に若いんですよ。きっと30歳になる側の皆さんは、ああもう20代じゃなくなったって思うでしょうし、あ結婚しなきゃとか、仕事もうこういうのはできなくなるとか思うと思うんですけど、でもね、いやそんなこと全然思う必要はなくて、いろんな経験をして失敗もいっぱいして諦めずに頑張ってほしい。もう何でもできるんですから、今から。わ、はい、本当にそう思っています。だから嬉しい。
いや楽しんでください。30代ってすっごい楽しいですよ。本当ですか。多分人生で、はい、一番いいんじゃないかな30代。そうなんですか。なぜなら体力があって、はい、何でもできるんですよ。可能性が全てに、全ての方面にある。でこれが40代になるとやっぱりいろんな問題が起こってくるわけですね、はい、それも30代はないし、はい、キャリアがあるから子供じゃないじゃない、うん、もう最高に楽しいですよ。いやちょっと本当に嬉しくて、はい、背中をポンと軽やかに押してもらえるような、はい、そんなメッセージでした、はい、ありがとうございます、本当に楽しくてもうずっと聞いてたいお話がたくさんありました。こちらこそ、これからも一方的に見つめてます、はい、すいません気持ち悪くて。いやいや、ぜひぜひぜひゆりごろ王国にも遊びに来てください。うわー、それも結構一生の夢の一つだったんで。いやいや、全然ぜひ仲良くしてください。これからも嬉しいです、はい、本当に今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。 JFL スペシャル UR Better Life Better Style。JFL スペシャル UR Better Life Better Style。 四季のミュージカルライオンキングの子役オーディションを受け、ヤングシンバ役に選ばれデビューされたと伺いました。まあ、池松さんのキャリアの凄さってもう有名な話ですけども、やっぱり一番今日聞きたいことって、はい、こんなに長く続けてこられた理由みたいなところはシンプルに聞きたいなって思いますね。吉岡さんは始めたのは、はい、いくつぐらいだったんですか。私すごい遅くて、一番初めお芝居に触れたのも18歳とかだったので。いやでも別に遅くは。あ、本当ですか、デビューしたのも初め小劇場とか、 なんかインディーズの映画みたいなのに出てたので、ちゃんとそのお金をもらうじゃないですけど商業作品っていうんですかね、が二十歳の時だったんで、なんで私からすると子供の時からこの仕事をするって結構なんか異次元な話なんですよね。まあどうなんでしょうね、いっぱいいらっしゃいますけど、はい、僕はちょっとこう変わってたというか、その10代は福岡にいたので、福岡なんですけど、はいはい、福岡にいながらそのもう年一本って決めてやってたので、ちょっとやっぱどっぷりは使ってなかったというか。あ、そうなんです。18でこっち出てきてからですね、どちらかというと。あ、はい、なるほど。ちなみに、はい、まあ、この影響を受けた作品、映画、ドラマ、漫画、本、これよくある質問かと思うんですけど、やっぱこれ年代もそうだと思うんですけど、やっぱものすごいいろんなものから影響を受けていて、はい、これっていうものがなかなかね難しいんですよね。テレビっ子でした、そうでもない感じです か、 なんか映画館行きました、ちっちゃい時。普通だと思ってたんですけど、異様にスパルタで後から考えると、はい、テレビとか禁止だったんですよね。極戦しか見たことないんですよ多分。反対に極戦は OK だったんですなぜか。なんかその全部見た記憶がほとんどなくて、うん、池松さんの映画の見方って今どんな感じなんだろうって気になります。今、まあ、割と見る方だと思います。多分だいたいその勝手にキャッチして勝手に見に行ってる、見に行ったり家で見たりしてるんですけどね、はい、影響された、まあ多分その二十歳前後大学生だった頃に一番ものすごく見始めた頃、うんうん、その頃に活躍してた方々にやっぱ一番影響を受けてるというか、だいたいその海外も日本も60代前後ぐらいの人たちですね。あ、はい、じゃあもう本当にレジェンドの方たちというか。そうですね、例えばまあ日本で言うと60前後、是枝さんとか黒沢さんとか西川さんとか塚本さんとか、はい、多分そのあたりですよね。あ、そうなんですね、はい、
と私池松さんにお会いしたら、はい、聞きたかったんですけど、はい、なんか仕事選びが今回テーマが30っていう数字ですけど、はいはい、来年30歳になるとかで今はどんな気分なんですか？気分なんですか？今ですか？はい、今は、まあ、結構やっぱり20代前半の時とはもう全然価値観がやっぱ変わってきてて、その仕事を始めたばっかりの時は、まあ私その子役からやってないっていうのもあって、ちっちゃい時からやってる子たちにどうすれば追いつけるのかっていうのをやっぱ考えちゃうんです。一回経験値がないんで、だからたくさんやらなきゃって思っていて、その頃は、ね、知らないことが多すぎるから全部やってみようというか、とりあえずどんなものも全部やってみようって思って、だーって走るように、なんか休みなくみたいな感じで私はまあやってきたタイプなんですけど、ふとやっぱ30歳になるよってなって、まあ周りが結婚して子供産んでとか、まあ働いてる子たちだとキャリアアップしてってみたいな、芸能の仕事してない友達が多いんで喋ってると、あ、なんかみんなすごい大人になってってるなって思うんですよね。ってなると、自分もやっぱり仕事をただ無我夢中にやるのも大事だけど、まあ、テーマがいるなっていうのは最近、思いますね。何かしらの大きくなくてもいいんだけれど、それに出てどう何をしたいのみたいなことがないといけないんだろうなっていうか。池松さんはどうですか？やっぱ30ってなんかね、ありますよね。わかります、すごくわかります。まあ企画とかからやられてる俳優さんとかはまた別かなと思うんですけど、やっぱオファーがあるっていうことに私は喜びを感じるタイプで、はいはい、答えたい、はい、そして求められてるものを提供すべきだっていうノート、はい、どっかでやっぱり自分のその感情をセーブして届ける意識を持つべきなんじゃないかっていうのの葛藤がいつも私は今ありますね。それはもう最近ずっとその、まあ、そうですね、結構まあ20代中盤からずっとあったんですけど、求められることとこう自分が届けたいことって必ずしも一致じゃしてないなとか、なんかそうですね、そこが結構難しいなって思います。なんかアーティストではないというか、やっぱり、やっぱ作品の一部である、はい、集団ですしね。そうっていう感覚がやっぱり強いタイプなんで、いやーすごくわかるし、ずっとそこと葛藤してますね。そのそうですね、やりたいことだけやっててもね、そんな、やってみたいっておっしゃってるんですよね。それやってみたいですね。これって実際私映画の買い付け事情って全然知らないんですけど、実際どんな感じなんですかね。本当にこうなんかお洋服とかみたいな感じでファッションショーみたいにダーって映画が流れるようなのがあるのか。まあまあ、遠くないですよ。映画祭行ってそのマーケットで、はい、交渉して買ってくるわけですから。へえ。まあでもなんかそのさっきの話じゃないですけど、なんて言うんでしょう、こう今何を人は求めているか、どんな気分にあるかとか、どういうものを 見たら面白いだろうとか、面白がってもらえるだろうかみたいなことは割と普段から考えるので、その延長上にあったらね、やってやってみたい気がしますね。どうですか？いやでも楽しそうですよね。話聞くだけだと実際やったらすっごい大変だと思うんですけど、そう言われてめんどくさいなって思いながら、時給出るなら行きますみたいな感じで行ったら、本当に何百人って人たちが一瞬のシーンのために、何時間やるんですかって私は思ったんですけど、その時みんながこう炎天下なんか空を見上げるっていうだけのシーンを撮ってて、その時になんかなんか感じたことがない感動がまああって、私もっとすぐ撮れるもんだと思ってたんです、はいはいはい、一瞬のシーンは一瞬で撮れてるって思ってたのに、ああこんな風に撮ってたんだっていうのと、自分がずっと一人でやる
ものだと思ってたのの価値観がこう覆されちゃって、あなんか人とこんな大勢で何か作るっていいなっていうか、私の人生にはまあなかったなっていうか。それは何歳の時ですか？あでも本当それが17歳ですかね、18歳になってたかなの時ですね。だからそれがなかったら多分絶対やってないんですよね。はすごい。あそこすごいですね。先々月に初めて行ったんですけど。あそうなんですね。ものすごい良かったです。あ本当ですか。なんか野妻さんの撮影所ってなくなってほしくないなっていうか、大事に守りたい場所っていうか。でもやっぱ時代劇が本当減ってるらしくて。そうですね。なんか祖母とかも、もうしょっちゅう時代劇昔は放送してたんよみたいな話聞くと、ああこうやって元来あったものがなくなってくのを自分の時代でそばで見るのは絶対嫌だなって思うので、なんか京都での撮影もっと増えないかなって思ってるんですけど。えちなみにこう京都の撮影所行ってみて、こういいなって思ったポイントってどこでした？いやもうあったかくて、なんか人が、ね、めっちゃあったかいですよね。びっくりして、あのなんか家族感すごいですね。ね、でもよく考えればなんかその小さい頃に見た、もう始めた頃、はい、あんなだった気がして、ああ映画ってあったかい場所だったよなっていうことをなんか思い出させてもらったような気がして、ちょっと東京なんとかせんとなと思いました、それ京都の撮影所の人聞いたら泣いちゃいますよ。いやびっくりしましたね。行ってらっしゃいとか、あね、あの行きしいいですよね。あの支度が終わってバス乗ったらみんながこう手振って、そうなんですよ、ね、送り出してくれるっていう、すごかったですね。では、はい、うん、あこれもまあ10年後の自分に声をかけるとしたらどんな言葉をかけますか？もう頑張れようぐらいしかないですよね。10年後の自分、はい、42歳になられてますね。あもうなんか俳優さんもうすごい感じになっちゃってるんじゃないですか、池松さん。いやいやいや、もう油のりに乗ってみたいな。ね、10年後とか想像しますか？全然想像しないです。なんかもう刹那でいいと思ってます。今素晴らしい。5年後のことも考えないですか？5年後はなんか20歳の時に25歳までとりあえず頑張ろうって思って、25歳の時にとりあえず30歳まで頑張ろうって思ってるんで、なんか頑張るライン、なるほど、とりあえずここまでは頑張ってみようかなみたいなラインが5年かもしれないです。10年後の自分、うん、まあでもスキンケア頑張れとかなるほどねですかね。あ私あの塚本慎也さんってどんな演出家さんなんですかってすごい聞いてみたかったです。塚本さんの作品に出られる俳優さんってなんかすごい選ばれし者って感じがするんですよね。そうなんだ。なんかノビーを見た時に、はいはい、すごいですね、ちょっとやばすぎて、はい、なんか次元が違うっていうか、そうですね、日本にこんな演出家さんがいて、しかも自分でお金払って自分で作ろうってなる人がいる、いらっしゃるんだっていう、結構すごくパンチがありまして、で池松さんお仕事されてて、どんな演出でどういう風にするとあんなことになるんだろうっていう。ねえ、いやー僕も全部知ってるわけじゃないですけど、やっぱ世界的に見てももう本当に、遺産といいますか、 あそこまでの真の意味で真のインディペンデント作家というか、そういう人はもういないんじゃないかと思いますね。本当に会うと本当に普通の優しいおじさんなんですけどね。あ優しいんですね。ものすごい優しいですね。だから現場も、僕はザンっていう映画を一緒に、はい、やらせてもらったんですけど、現場もキャスト合わせて5人ぐらいですよ、大体、はい、現場5人ぐらいで
で機動力があって、まあ、本当にやりたいことをやろうと思うと実はそっちの方ができるのであれば、うん、で塚本さんも自分でカメラ回しますし、そうなんですよ、カメラもされるんです。本当に少数制でやりたいことを自分の届けられる範囲で、あのやっていって、ドメスティックにこう自分のやりたいことをやってったら世界と手をつないだというような、あのそれこそもう本当60代前後のに多いタイプの一人だと思いますね、はい、やっぱなんかこう創作を楽しんでる人と一緒に物を作ってないとやっぱすごく貧しくなっていくというか、それはよく思いますね。だからやっぱなんかこう自分も楽しんでいたいし、あの、一緒に仕事をする人たちと楽しみたいなっていう気はずっとしてます。でもそうですよね、なんか本当にそれこそまた私がお気に入りので、原田光雄さん、映画美術監督さんとのお話の中にもありましたけど、はい、まあ俳優に未だに興味を持ててなくてっていうところで割とこう踏ん張ってる方だと思っててっていうふうに池松さんこの時おっしゃってるんですけど、はい、原田さんみたいな同じ匂いのする人に出会えたりするからやっぱりそれが嬉しいっていう。で原田さんがそれに対して映画って人が集まって人生が交差するからねって、そこがいいよねっていうお話されてて、やっぱりなんかその人と人とがしかもかなり大勢で重なり合いながら何か届けようってするって、まああまりないジャンルではありますよね。そうですね、本来かなり難しいというか、はい、やっぱそのヒエラルキーがあったりしないと、成り立たないんですよね、はい、もう本当今後さらに難しくなるとは思うんですけど、でもそこをなんかこう諦めずにそのこうコミットし続けるというか、まあ、なんかこう社会と似てるというか、いろんな人たちがいて多様性の答えはないですけど、そのどうあの合致点を見つけてどう融合していくか、まあ、そういうことは多分好きなんだと思うんですよね、はい、いやなんかいろんなお話をしてきましたそろそろいい時間になってきたのであれなんですが、最後に、私から UR ベターライフベタースタイルにご出演いただいている皆さんに伺っている質問です。30歳を迎える、私吉岡里帆にアドバイスをぜひください。お願いします。そんなものはないですよ、もうそのまま突っ走ってください本当とりあえず5年、とりあえず5年、とりあえず向こう5年、とりあえず5年、向こう5年、はい、なんかあ、まあ、あの共演しましょうぜひ。なんかいいんですか。いやいやいや、それはすごい、何か作品で一緒にやれたらいいですね。嬉しい出来事ですね。それかなり頑張ってきたご褒美。いやそんなそんな。嬉しいな、ありがとうございます。ちょこちょこ見てます。いやいや、ありがとうございます。どうぞ。そうですよ、接点がありますよね。だからその小田切さんと麻生さんと、はい、やられてましたもんね。そうでした、そうでした。薄い接点ですけどあのその小田切さんが、はい、あの脚本監督編集、ね、あのされてるドラマが去年ですかね、はい、去年6話編成なんですけど、はい、3話まであの放送してて、うん、明日からあの4、5、6話があの放送になります。はい、NHK 総合にてドラマ10オリバーな犬ゴッシュこの野郎シーズン2、が放送されます。明日から、はい、3話毎週火曜日放送ですね、はい、いずれの日程も午後10時から放送ということで、すいません、ありがとうございます小田切丈さんの脚本演出どうでしたか。いやすごい面白いですよ。そもそも設定がとんでもないと言いますか、僕にだけあの警察犬の話なんですけど、僕はハンドラーで、はい、僕にだけ小田切さんに見えるんですよ。つまりおじさんに見えるんですよ、着ぐるみを着た、はい、で周りからは犬に見えているっ
ていう、いいですね、それだけなんですけど。いやいや、でももう面白そうです。なんかこう本当に好き勝手遊んでるおかしな人たちがガヤガヤ、はい、混沌としながら事件を解決していく話なんですけど、はい、では楽しみに待ちましょう。この時間は池松壮亮さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。UR Better Life Better Style My City Impression。堺市に住んで19年ですかね。堺市の魅力は程よく都会で程よく田舎なことですね。これからはこのままでいてほしいですね。堺市に住んで3年です。結婚して大阪市内に住んで家族全員で主人の地元に帰ってきたっていう感じです。堺市の魅力は祭りとかがあって親しみやすくて仲間意識がすごくあって魅力的だなと思います。堺市に住んで36年です。堺市の魅力は、その障害者とか障害児支援が手厚いところです。子どもとかにやっぱ障害出た時にやっぱり他府県とかやっぱり結構差があるんですけど、堺市はもうこっちが選べるぐらいあるんでその辺は良かったです。まあ、これからは、ちょっと堺市って高齢者の人がやっぱりダントツ多いんですけど、やっぱりちょっと子供もちょっと多くなってちょっと住みやすい街になってくれたらいいなとは思いますね。堺市に住んで17年です。堺市の魅力は美味しいものが多いところです。これからは公園が増えてほしいですね。吉岡里帆がお送りしています UR Better Life Better Style。 ここからはレギュラー番組 UR ライフスタイルカレッジの中でお送りしているコーナー Good Living カレッジのスピンオフ版です。このコーナーは札幌 FM ノースウェーブ、東京 J-WAVE、 名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM、 JFL 各局の土地の衣食住や見どころなどをご紹介していますが、今回はスペシャルです。大阪にフォーカスします。大阪府堺市にある仙北パークヒルズ竹城台にこの方が取材に行ってきてくれました。リスナーの皆さん、吉岡さんこんばんは。大阪 FM802 DJ の坂東紗友香です。吉岡さんご無沙汰しております。私は今堺市に来ております。堺市は私の地元でもあるんですけれども、南大阪に位置しておりまして、大阪では人口面積ともに第二の都市となっております。難波から電車1本、30分かからないぐらいで到着しまして、伝統もあって文化もある都市でありながら、のどかな景色や時間が流れているところも魅力なんじゃないかなと私は感じております。今日はそんな堺市で大きな変化が起きている場所があるということでお伺いしてみたいと思います。お話を伺うのは仙北ニュータウンエリアを担当する UR 都市機構西日本支社、柴尾紗友香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。仙北パークヒルズ竹城台がある仙北ニュータウン、堺市出身の私も昔からよく訪れているような場所なんですけれども、こちら歴史もありますよね。はい、仙北ニュータウンは高度経済成長期の住宅需要に応えるため大規模な計画的市街地として整備され、1967年の町開き以降、泉ヶ丘地区を最初に順次開発が進められてきました。はい、仙北竹城台一丁団地は1971年から入居が始まっていて、日本を代表する大型ニュータウンの一つとして周辺の地域と一体となって成長を遂げてきました。堺市出身の私としてもニュータウンといえば仙北ニュータウンというふうにね、はい、育ってきてるんですけど、はい、団地が建って50年以上が経過しているということで、はい、建て替えも行われていると伺いました。はい、そうなんです。町開きから50年以上が経過している現在では、人口減少であったりとか高齢化、あと人々のライフスタイルや
価値観の変化であったり、あと住宅や公共施設がもう老朽化していったりなど、多くの社会環境の変化に直面しています、はい、このため仙北竹城台一丁団地は耐震改修、あと住宅のバリアフリー化の推進、あと団地の活性化や魅力向上などを目的として建て替え工事を行うこととしました、はい、工事は4段階に分けて行いまして、うん、新しく建て替えた住宅に皆さんに移転していただいて、うん、で空いた住宅を解体していくっていう流れになってます、はい、その建て替え住宅の第1弾が来年の春ごろに完成予定になってます。もうすぐですね、はい、建て替えを行うにあたって大切にされていることっていうのはありますか？はい、団地の建て替え事業としてもともと住んでくださっている居住者さんがよりよく暮らせるような住宅の建設に加えて、地域の交流を促せる施設や様々な世代の人が住みたくなるような仕掛けを検討中です。なるほど。具体的にはどんな部分を整備されているんでしょうか？はい、新しい集会所は居住エリアの中央に設けて、居住者の皆様が集いやすいような配置にしていたりとか、うんうん、あとキッチンを備えてカフェのような空間にしています。素敵。また集会所の近くに池があるんですけれども、うん、その池側にはウッドデッキを整備していて、交流を図りやすいようにしています、はい、また周辺の樹木とか自然の景観を楽しめるような歩行空間も整備していきます。なるほど。私も実は団地育ちなんですけど。あ、そうなんですね。集会所ってやっぱすごく大事 で、 そうですね、友達とパッて会ったりとか、はい、あそこ待ち合わせねみたいな、そういうカルチャーもねあるところかなと思うので、はい、非常にお話を聞いてワクワクしたんですけど、はい、お部屋に関してはいかがでしょうか？はい、お部屋においては先ほどご覧になられたようなモデルルームもそうなんですけれども、はい、ダイニングキッチンとあと洋室の間の建具を開放することで、ライフスタイルに合わせて自由なお部屋の使い方が可能なお部屋など工夫を凝らしています、うん、またカラーバリエーションが3パターンありまして、すごい、はい、好みのカラーのお部屋を選べるようになっています。はい、あと池と緑が豊かな仙北竹城第一丁団地の魅力をさらに生かした住宅となってますので、もともとお住まいだった方々にも、新たに新しく住み始める皆様にも、あらゆる世代の方々に、仙北パークヒルズ竹城台って素敵だな、また仙北ニュータウンにずっと住み続けたいなって思っていただけるような住宅を目指してますね。え、いや、モデルルーム私も見学させてもらいましたけど、はい、まずカラーバリエーションってすごい新しいなと思って、はい、例えば壁紙の色だったりとか床の色だったりとか、はい、それが違うだけで全然自分のこのお部屋のイメージとかも変わったりするし、そうですね、ライフスタイルに合わせて選べるっていうのは本当にすごいなと思いましたし、はい、お部屋の空間作りとかもすごい自由度が高いですよね。そうですね。ね、いや、もう住みたいなって、あ、嬉しいですそんな気持ちにさえなったんですけど、はい、街づくりに関しては今後はどんな展開を予定しているんですか？はい、仙北竹城第一丁団地のだけでなくて、で、はい、ニュータウン周辺にも新しい動きがありまして、2025年の11月には近畿大学医学部附属病院の移転や、はい、あと泉ヶ丘駅の南口側では、うん、南海電鉄さんが新たな複合施設を建設する予定と発表されています、はい、また堺市の計画においても、かつてのベッドタウンからより豊かに暮らせる街へというテーマが掲げられており、うん、まさに街とともに仙北パークヒルズ竹城台も大きく変わっていきます。まあ、やっぱりこう時代の変化もあって、はい、先ほどお話もあって価値観とかもライフスタイルも変わっていく中で、でも年代問わずやっぱり安心してそうやって住める街っていうのはね、はい、大事だし、そうですね、そういった街にさらに進化していくっていうことですね。はい、とっても楽しみです。はい、はい、今回は UR 都市機構西日本支社柴尾さやかさんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。
この時間は大阪 FM802 の DJ 坂東沙耶香さんことバンちゃんが大阪府堺市にある仙北パークヒルズ竹城台に取材に行ってきてくれた模様をお送りしました。来年の春には建て替え住宅の第一弾が完成、募集も始まるということで楽しみですね。この時間は仙北パークヒルズ竹城台をご紹介しました。吉岡里帆さんのナビゲートでお送りしているこの時間、ここからは私バカリズムがナビゲートさせていただきます。そして吉岡里帆さんをゲストに迎えていろいろ伺っていきますということなんですけども、多分これ聞いている方はバカリズムがまあ俺ナビゲートやりますって名乗り出てやらせてもらってる印象なのかもしれないんですけども、ちょっとね、ことの経緯を説明すると、吉岡里帆さんとは、以前ね、ライブをね、見に来てもらったことがあったのかな。そこで楽屋で一度お会いして、っていうぐらいの、感じなんですけども、非常に感じのいい方だったんで、まあ、そういう、吉岡里帆さんと楽しくお話ができるのであれば、ということで、ゲストとして、オファーをいただきまして、あ、じゃあぜひということで、んで、出ることになったんです。そしたら、ね、アンケートみたいなのが来たんですね。ナビゲーターの吉岡里帆さんに、聞きたいことを10個書いてくださいと。10個と思ったんですね。俺そんなに信用されてないのかなと。まあ確かにまあラジオ番組で僕はなんか変なこと聞いちゃうかもしれないから一応確認っていう意味での10個かなと思って。で、そして、おとといぐらいですか、台本をいただきまして、と僕から始まることになってんですよ。え?と思って。あ、俺が、なるほど、10個っていうのは、そっか、吉岡里帆さんに、をゲストに迎えるという逆の形で俺がナビゲーターとして聞くからなんだ。いや、言えよと、それをね。なるほどと。いや、もうずーっと謎だったから、もうこんな、俺そんなやばいやつだと思われてんのかな、みたいな感じで。ねえ。というのが、僕がナビゲーターをやっている経緯で少し長くなりましたし、はい、さあ、ということでね、ここから吉岡里帆さんに、一応ね、いろんな質問を用意はしたんですけども、別にその通りに言わなくてもいいしっていう、一つをやたらしつこく聞いてもいいっていう、自由なスタイルだそうなので、とりあえずはいろんなことをお聞きしながら、楽しくおしゃべりできればなと思います。ということで、ご紹介しましょう。吉岡里帆さんです。どうぞ。はい、ということで、吉岡里帆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2度目ですよね。そうです、そうです、ね、本当にライブを見に行かせていただいて、そこでご挨拶させていただいたきりで、直接お会いすることがなくて、バカリさんの番組に、コメントを寄せるとかはあったんですけど、音楽番組だったりとか、ね、あったんです。私実は、自分の話するのがすごく苦手なんです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。どっちかというと人の話を聞くのが好きだし、なんでラジオもそういう形式なんですけど、っていうのもあって、だからバカリさんに私は質問攻めはめっちゃできるんですよね。そうなんだ。で、多分今日も結構用意してきたりもあるんですけど、はいはい、今の聞くと多分番組は私が喋らなすぎるっていう、そうだ、今までが多分そうだったんですよね、はい、あまりにもあれ吉岡里帆そういえば自分のこと何も喋ってねえぞってなったと多分その流れがあり、なるほど。で、多分バカリさんの本当にこう MC 力だったり、はい、お人柄だったり、いやいやいや、もう全然ですよ、才能をお借りしたいっていう流れだったんですよ。でももうここはもう番組のね形としては吉岡さんの話をもう掘り下げるっていう、はい、ことなので、はい、じゃあまず一つ目の質問いきたいと思います。はいはい、お願いします。自分から話すとカッコ悪いから話さないけど、人から聞かれれば話すのになっていう自慢話ありますか？めっちゃ言えない。
なんかそういうのあるじゃないですか。例えば、いろんなところで取材を受けてきたと思うんですけど、はい、でその中で いいこと聞いてくれたねっていう時あるじゃないですか。そのありますね。話しやすいって聞いてくれたから話せるみたいな。あ、もうそこ広がらないんだよな、そこ話してもみたいなとこもあるし、ね、あ、そこいい感じで、あ、はい、これいい記事になるわみたいな時の質問そうですね。こういうところで一個言っとくのいいなって思ったのが、はいはい、私最近、うん、カモメンタルの岩崎う大さんの舞台に出演しまして、はいはい、でその岩崎う大さんがその私と稽古、うん、舞台稽古した時に、はい、運動神経がとにかく悪いと、うん、でなんかメディアでなんかすごいこうめちゃくちゃいじられたんです。本当見てられないぐらいやばい動きするよねって言われて、うんうん、で自分的にはそんなことはないと思ってて、うんうん、でなんかそれのエピソードなんですけど、うちの小学校は50メートル走と200メートル走とシャトルランっていう、うんうんはい、持久力をずっと同じテンポで走らせるっていう、うん、なんかそういう体力測定みたいなのがあって、うんうんまあ、全部めちゃくちゃ気合で頑張るんだけど、うんまあ、体もちょっと弱かったのもあって、うんうんまあ、全部まあ中ぐらいなんですけど、うんなんかうちの小学校10メートル走っていうのがあったんですよ、うん、10メートル走は10メートルってめちゃくちゃ短いんで、うん、めちゃ短いです。その瞬発力を測るんです。もうスタートだけですよね。そうです。本当このスタートのこの瞬間、うんうんうん、どれだけ速く走れるかって、うん、速くスタートできるかっていうのをやるんですけど、はい、当時の学校の先生に、うん、体育の先生に、うん、私京都出身なんですけど、はい、京都で一番のタイム出ましたって言われましたそれ本当なんですか？本当に言われたんです。で私はそういう大会とかないんですけど、はいはい、後々調べると。でもそれぐらいってことなんですか？それぐらい瞬発力は高いっていうのをやっぱここで言っときたい、うん、なるほど。私は決して運動神経悪くないと、はい、いやそれはすごいし、いや僕はあれよってみたい。吉岡さんは絶対運動神経良くなきゃいけないと思います、ね、どういうことですか？僕なんとなくのイメージ、吉岡さんはやっぱ足が速くあってほしいですね、はい、学生時代必ずリレーのアンカーでみたいな感じで、なんかこう健康的で、ねはいはい、運動が何でもできるみたいな、はい、なんかそういうイメージであってほしいから、ね、ちょっとその運動神経鈍いって言われたんですよっていうエピソードを聞いた時にちょっとがっかりした、うんはい、あ、なんか違うみたいななんかそうなんですよ。がっかりしますかね。なんか私は早いですっていう風に言い張ってた方がいいですなんかやっぱもう事務所として守った方がいいですねじゃあ続いてまいりましょうかね。じゃあ続いて、過去に5秒間だけ戻って自分に何かを助言できるとしたらいつに戻ってどんな助言をしたいですか？5秒です。もう時間全くないですよ。いっぱいある。もう一言で決めなきゃいけないですよ。いっぱいありますね正直。もう5秒とかだから、あ、もうそれ買わない方がいいよとか、あぐらいのことですよね。とかですよねもう一言で済むやつ。それで中学生ぐらいに戻ってもっと勉強した方がいいよって一言だけ言われても多分聞かないじゃないですか、うん、いいですね、あ、そっか。そう、効果がないと。そうですね、せっかくなんで。そう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 、効果ない、効果ない何今のでなんかすげえ自分に似た老けた人間が来て怒鳴ってったけどでなんか友達に2,3 回話すぐらいで終わるじゃないですか。そうですね、はい、ありました、ありました、はい、私高校3年生の時に戻ってこう言いたいです、うんうんうん、はい、パスポート絶対外に出さないで、えって言いたいですね。私高校の修学旅行行きそびれてるんです。え、なんでですか？パスポートなくして、え、しかもうちの高校珍しくて海外に行けるっていう高校だったんですよ。で私はその高校の最大のメリットだと思っていて、海外に修学旅行で行けるね。当時めっちゃいいですよね。で海外に行ったことがなかったんでめっちゃ楽しみにしてて、その日を何年も。でなんか実行委員、クラスの実行委員とかも入っちゃったりして、どこ行くかとか自分でセレクトしたりとかしちゃったりして、まあ浮き足立ってた生徒だったんですけど、初めてパスポートを取得して手元に来た時に、うん、多分私外に持ってってるんですよね。え、どこでなくしたかもう全然、完全になくしたんだ、見つからなかったんです。で4泊5日の旅だったんですけど、うん、絶対2日目でも3日目でも行くからっていうのを友達とか先生に言ったんですけど、うんうん、もう家中全部ひっくり返してきて出てこなくて、うん、行けなかった。え、どの段階で
なく、あ、ないことが分かったんですか？前日です。うーわー、前日最後カバンチェックしようと思ったらなくて、絶望だ。もうすごい泣いちゃって、うん、あんま泣かなかったんですけど、学生の時とかって、うんうんうん、すっごいちゃんと泣きました。それは、うん、超ドジじゃないですか、それ。まあ、ドジっていうかね。まあ、ドジっていうか。帰ってきてからが地獄なんです、みんなが。ああ、そうですね。それから1ヶ月ぐらい盛り上がるんで、修学旅行の話で、はいはい、ええ、あー、リホ行けてない、ごめんみたいな言われなくて、ごめん、あー、また喋っちゃった、ごめんねみたいな、行ってないんだよねっていう。写真とかこう貼られたりするんですか？そうです、そうです、みんながね、みんなそう廊下とかに、ね、はい、印つけに行ったりするんですよね。どこにもいないっていう。それを黙って見てたんですか？そうです。え、いい話だ。これ逆にばかりさんありますか？ちなみに5秒間戻れるならっていう。5秒間、僕ね、やっぱり人生ってその買わなきゃよかったの連続だと思うんですよ。そう思いません？めっちゃわかります。いや、そうですよね。無駄な買い物ってめっちゃ多いですよね、うん、なんか僕ずっと高校、中学高校野球やってて、はい、で野球部3年の夏に引退して、うんうん、で初めてのなんかちゃんとした夏休みをもらえたわけですよ、はい、でそこでまず僕は親戚のおじさんの印刷所でアルバイトをして、はい、でそこで初めて自分で給料をもらったんですよ。いいですね。で10万ぐらい稼いだんですよ。すごいですね。結構さあ何に使おうと。で僕はとりあえず洋服を買おうと、やっぱもう年頃だから、はい、福岡なんですけど、うん、福岡の田舎の方だったんですけど、博多の方に、その、はい、福岡市内の方に行って、初めて自分たちで行って、友達と、はい、でまずその自分の地元とその福岡市内ってもう景色が全く違うんですよ、うん、もうこんな高いビル見たことないっていうような都会だから、うん、はい、もうなんか飲まれちゃって、はい、とりあえずなんかいかにもおしゃれっぽい洋服屋さんが入ってそうな情報とかもないから、当時インターネットもないから、はい、あ、じゃあもう本当に、あ、ネットないんですよね。ネットないから、うん、すごい。でとりあえず入って、はい、でそれなんかいっぱい洋服屋さんがあるんですけど、うん、その全部がおしゃれなブランドに見えちゃうの、そのビルに。わかります、それ。ね、めっちゃわかります。そうそう、でとりあえず舞い上がって目の前にあったなんかコートを買ったんですよ。いや、すごいわかりますよ。なんかそれぐらい私がの時ってなんかそういう買い物になっちゃいますね。なんかいい感じに見えたんですよ、はい、そのコートが。その中でもで買って帰ったんですけど、あれなんでしょうね、その帰って家で来た瞬間にクソダサって思えちゃうんですよ。めっちゃわかります、ね、なんか旅先で買ったアロハシャツ的な、その時はすごいいい風に見えたんだけど、はい、現場では、うわ、あるあるだね。はい、だからそのと、うん、その瞬間に行って、それダサいからやめな、それダサいよって言ったけど、それダサいからやめな。結構傷つきそうですけどね、なんか知らない、うん、舞い上がってるから一回冷静にさせないといけないから。そう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 、あ、そっか、これダサいんだって思わせるって、ダサいんだって思う。よくよく考えたらもうそれ1回か2回しか着なかったですもんね。そういうので言うと、はい、それめっちゃ共感性高かったんですけど、はいはい、変なポーズで写真撮るのやめなって言いたくないですか？過去の写真撮る瞬間、ね、あるある、そのポーズ絶対今後ダサいからやめな、ね、っていう。俺あんまり外では言ってないんですけど、はい、卒業アルバムね、はい、僕の卒業アルバムはまあまあよく番組とかで出るんですよ。僕が丸刈りの時の写真がよく出て、はい、まあまあ笑いになる、それ全然いいんですよ、はい、出していい方のやつなんです。出していいよ。ね、最後のページに全校生徒がなんかこうなんかどっか高いところから写真撮られてるみたいな、はい、あるじゃないですか、はい、全校生徒が写ってるやつ、みんなで並んでるやつあるじゃないですか。ありますね。あの時に、俺ね、はい、なんかね、なんか、こういうポーズあるじゃないですか、こういう。なんて言ったらいいのかな、このポーズ。今、両手で。両手で頭の上でハート作るみたいな。作ってるみたいな、はい、すげえ寒いポーズあるじゃないですか。それを、俺やってたんですよ。はい。で、その時はなんかもうノリで
やってたんですけど、今になったらめちゃくちゃ寒いじゃないですか。ちょっとこっぱずいんですよね。こっぱずいし、だしそこがなぜあんまり気づかれないかっていうと、うん、その時期の僕ね、もう後半でちょっと髪伸びてるんですよ、はい、だから僕だってあんま気づかれない、言わなきゃ分かんないぐらい。ああ、サイズもちょっとちっちゃそうですよね。そうそれはなんか本当に嫌な方のやつだから。ありますよね、絶対テレビとかに出したくない、出したくないやつ。あの丸刈りの方はもうもっとポップな、はい、そのエンターテインメント性のある寒さなんですよ。このこっちの方は本当になんかガチなんですよね。ガチで嫌だからこれだからあの卒業論とかを番組とかでお渡しするときとか、どこに映ってますかって、はい、俺そこだけ言わないんです反対に気になりますね、めちゃくちゃ見たいですけどそうなんですよ。あ、早っ。最後の質問は、なんだろうな、今までの人生で一番楽しかったことなんですか。これはもう決まってます。なんですか。これは私、空の青さを知る人よっていう、うん、アニメの声優に挑戦させていただいて、うんうんうん、すごく難しかったんですけど、うん、めちゃくちゃやりがいがある仕事で、はい、それがまさかのスペインのシッチェスの映画祭に作品がノミネートされ、うんうんうん、キャスト、まだコロナになる前だったんで、うんうん、キャストとかスタッフさんとかみんなで映画祭に行けるっていうのがあって、あの日食べた生ハムを食べたんですよ、私は、うん、あの日食べた生ハムと、その生ハムをこんがり焼けたバゲットにトマトのペーストが塗ってあって、うん、で、うん、赤ワインがあって、うん、でパスタのパエリアがあったんです。もう全部が美味しくて、うん、風が気持ちよくて、うん、外です、海が近くにあって、うんうん、でその映画祭ってなんで、その結構日本のアニメとかのカルチャーを海外の人がいいねいいねってなってる空気がまず漂ってて、ジャパニメーションだ。そうです。でもうなんかウェルカムなんです、はいはいはい、とにかく空気がもう、ね、うん、もうお祭りみたいな、うん、でなんかその光景が本当に良くて楽しかったって、今でも。そっか、全部の楽しい条件が揃ってますもんね。全部揃ってたんですよ。しかももうそういうなんていうんですか、お祭りですもんね。そうなんです。だからもうほぼ仕事っていうよりも、はい、もう結果として出てるから。そうです。特に頑張ることもないですもんね、そこで。そうなんですよ。だからすごい、いいな、よかったなあの日って思いますね。いいなそれ、はい、確かにノーストレスですもんね。ノーストレスの日。ウェイホーズライフスタイル。はい、ということで、はい、そろそろ時間となりました。いろいろ話してきましたけども、はい、本当にいろんな楽しい質問ありがとうございました、はい、最後に私からお願いです、うん、UR ベターライフベタースタイルにご出演いただいている皆さんに伺っているんですが、うん、30歳を迎える私、うん、吉岡里帆へアドバイスをお願いします、はい、アドバイス。まあ30歳っつってでももう数字でしかないので、うん、30超えて何かが変わるっていうことも多分ないですよ。特に特に何も変わらないよ。変わらない。なんか逆に意識するほどのことでもないと思うんで、まあ、あ、でも、はい、やっぱり女優さんだから、僕女優さんとか、まあ、俳優さんとかもそうですけど、まあ、たまにドラマとかに関わらせてもらったりする時に結構感じることがあって、はい、俳優さんも女優さんも実年齢よりすごい若い方多いじゃないですか。あ、例えば40歳とかでも20代でいけるぐらい、ややこしいんでやめてほしいんですよね。わかります？年齢相応で。そうその方が、例えばね、30歳、実年齢40歳の方に40歳を演じてほしいんだけど、若っていう時って、どうしようっていうことが。なるほど。でもなんかすごい、自分のなんか目標みたいな、役者人生の一個の目標でずっと言ってるのが、うんうん、やっぱ、年相応の役を常に意識してやっていくっていう。うん、いや、絶対それ。なんかそれをやっぱやっていきたいんですよね。そうそうそう、うん、今芸能人ってやっぱ若い人多いけど、別に演じる役って芸能人の役じゃないから、うん、一般社会で普通に働いてたりする人だから、うんうんうん、そういう意味で言うと、なんか年相応でいることは、うん、確かになんか
必要だじゃないかなって、すげえ真面目なこと言っちゃいましたけど、はい、いやいや、めちゃくちゃいい、あの、しかもしっくりきます、そのしっくりきますアドバイスって、はい、ありがとうございます。はい、最後にですね、バカリズムさんが30歳の時に影響を与えた音楽を、かけていただきたいと思います。はい、どの曲にいたしましょうか。僕はレイ・ハラカミさんの終わりの季節ですね。なぜレイ・ハラカミさんの終わりの季節を選ばれたんでしょう。はい、あの結構あの当時いろいろ主張してなんか中で全然知らなかったんですけど、たまたま聞いて、あ、すごいいいなと思って買ったんですけど、これ細野晴臣さんの曲のカバーだってことも後で知って、はい、で、まあ、とにかくずっと影響を与えたっていうか、まあ、ずっと聞いてた。で、はい、これね、レイ・ハラカミさんっていう方もうお亡くなりになってるんですけど、はい、僕は当時、今ね、あるかな、今ないか、ユーストリームっていうなんか生配信できるチャンネル、うん、アプリがあって、はい、でそこで自分の単独ライブの練習の、作業とかやってるところで、をそのままずっと垂れ流しで流してたんですよ。うんうん、なんかもう環境映像みたいな感じで、はい、でそれにバックでずっとレイ・ハラカミさんの曲を流してたんです。そしたらレイ・ハラカミさんがコメントしてくださって、こんばんはって、俺知らなかったんで、もその時練習してるから気づかないんです、はい、後になってコメントにレイ・ハラカミさんご本人だみたいな、うわーっつってご挨拶しなきゃとか言って、はい、あ、しなきゃな、しなきゃな、でもなんて、ご挨拶すればいいんだろう、どうダイレクトメールとか送った方がいいのかなって、当時ツイッターかなんかフォローしてたから、はい、ただその3日後ぐらいにお亡くなりになった。へー、超後悔して、それすごい切ないですよ。なんか、ああ、なんか後悔したくないですね、うん、そういうことで興味持ってもらえ、あ、俺のことを認識してくれたっていうことも嬉しかったし、はい、そう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 、それなんかちょっと切ないですね。切ないですよね。いや、そうそうそうですよ、今って思ったら伝えるべきですね。いや、本当そう思いましたね。うん、私それで言うとばかりさんにすごい後悔したことが一つあって、あの単独ライブ、私が見させていただいた2018年5月のドラマチックっていう、はいはいはい、ライブだったんですけど、うん、最後に、うん、あのブーメラン、あー、ブーメランのネタありましたね、のネタありましたよね、はい、私あの日ちょうどオーストラリアの仕事帰りだったんです。でそのばかりさんが劇中で出てくるブーメランってブーメランの本場じゃないですか、本場のブーメランの話なんで、普通の売ってるブーメランじゃなくて本場のやつで、めっちゃ面白くて、私はもうそれで心わしづかみされてて、運命だと、こんなことあるか、で私のカバンにブーメランがあったんです。お土産でも私なんかすごいブーメラン気に入っちゃってめっちゃ買ってて、でも渡したいと思いながら、でも初めましてでいきなりブーメランですってないなって、いろいろ説明が必要ですもんね。そうなんですよ。でその後何年、もう18年なんで4年間後悔してたっていうのが私もありました。なんか僕ね、そのことをスタッフさんと一緒に来てくださったじゃないですか。そうでした、そうでした。その僕もよく知ってるスタッフさんで、はい、そのスタッフさんになんか写真送りましたね、ブーメランの写真。あ、送りました。そうそう、そのスタッフさんに俺見せてもらった。本当後悔ね、先に立たずですけど、後悔してるなんか写真をなんか見せてもらったんで、はい、ああそうだったんだ、はい、確かにそれすごい偶然ですよね、はい、話せてよかったです。ああ、よかったです、はい、すいません、すいません、はい、ちょっといろいろありましたが、はい、ということでレイ・ハラカミさんで終わりの季節で締めたいと思います。UR ベターライフベタースタイル、この時間はバカリズム、そして吉岡里帆がお送りしました。バカリズムさん、ありがとうございました。ありがとうございました。JFL スペシャル UR Better Life Better Style Rehomes Start From 30。スペシャル UR ベターライフベタースタイル、吉岡里帆がお送りしています。いやー、楽しかったですね。石田ゆり子さん、池松壮亮さん、バカリズムさんとも本当に豪華な、3名の方とお送りしましたが、もう私もすごく新鮮で、普段は割とこうゲストの方をお迎えして、その方のお話をもうこちらがたくさんこうインタビューしていくっていう形式なんですけども、今回は私の話も、自分からしたりですとか、
バカリさんにはたくさん聞いていただいて、普段あんまり自分でも考えなかったことをこう自分でちゃんとこう答え出してみたりとか、すごく楽しい時間でした。なかなかやっぱりラジオやっていると自分のことも話さなきゃなと思う反面、やっぱりこんなに面白い方がいらっしゃるんだとか、こんなにすごい技術を持ってる方がいらっしゃるんだと、こうやっぱ自分以外の人へのこう憧れだったりとか興味だったりとか、そういう気持ちでいっぱいになるんですけども、こう自分自身を振り返るっていうのも、まあ、悪くないなと、感じましたね。いや、こうやってまた10年後ですかね、40歳になる時もやりたいなとか思っちゃいました。レギュラー番組7年目で初めての特番ということで、まあ、本当にありがたい機会をいただけて、とても有意義な時間になりました。リスナーの皆さんも聞いていただいて本当にありがとうございます。ゲストにお越しいただいた石田ゆり子さん、池松壮亮さん、バカリズムさん、本当に本当にありがとうございました。とっても貴重な時間になりました。改めて皆さんのことが大好きです。では最後にもう一曲お送りしたいと思います。私、吉岡里帆がセレクトしました。選んだのはニーナ・シモンでジュライツリーです。これはですね、私が今年の春から夏にかけて本当にこうドラマと舞台とでもバタ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 していて、まあ、音楽を聴いたりとか映画を見に行ったりとか、なんかそういう美術館に行ったりとか、なかなか時間が取れなかったんですよ。まあ、それを見かねてか、俳優の先輩の方がですね、舞台を見に来てくださった時に差し入れでリコリスピザのサウンドトラックをプレゼントしてくださいまして、でリコリスピザもすごく見たくて見に行けなかった映画だったので、個人的にもすごく嬉しくてですね、この曲はちょっと思い入れが強くなりました。では聴いていただきましょう。ニーナ・シモンでジュライツリー。 JFL スペシャル UR ベターライフベタースタイル。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J-WAVE、名古屋 ZIPFM、大阪 FM802、福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。30をキーワードにライフスタイルや表現者としての思いを語った吉岡里帆さん、来年30歳を迎えるにあたってどんな思いで自分自身と向き合っているのでしょう。30歳というこの節目の年に向けての特番でしたが、まあ、私も普段はあんまり年齢のことを気にしてもなと思うので、もうバリバリ今できることに全力で、とにかく今日生き抜ければいいと思って過ごしているタイプなんですけども、なんだかこう大人としてのこう次のステップっていうんですかね、なんかできることをもっと増やしていくべきだし、もっともっと柔軟に物事を捉えられるようになりたいって、やはり皆さんとお話ししていて感じましたね。なんでしょうね、もう何ができるのかまだ全然未知数なんですけども、やっぱり挑戦されている皆さんとお話しして、こう怖がっちゃいけないなと言いますか、なんか守りに入っちゃいけないなと思いました。なんかどん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 より難しいことに、より自分のこうやってみたいことにまっすぐにあればいいんじゃないかと、頭がシンプルになっていたように思います。まあ、映画も舞台もドラマも全部好きですからね。とにかくリスナーの皆さん、ファンの皆さんに楽しんでいただける作品を、お届けできるように、これからもますますパワーアップして精進していきたいなと思っております。待っていてください。そして2時間お付き合いありがとうございました。次回はですね、9月25日日曜夕方6時 UR ライフスタイルカレッジでお会いしましょう。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な日々になりますように。